旦猫カフェでも開けるか。まあ諸悪の権化みたいなのがあるけどな、ここが。ここが本命チョコとか売り出したせいでこんなことになったんだけどな。ちげえわ、俺だったわ考えたの、このイベント。ちげえわ、俺だったわ、バレンタインのイベント考えたの。やったわマジで、そうだった、俺だった、全部俺のせいだ。俺がやろうって言い出したんだった、バレンタインのイベント。ネマにほぼなんか本命チョコあるよとか言い出したのも俺だわ、そういえば。全部俺かも。僕相手に上を取り続けるは無理だから。あ、そんなに想像取られないと思う。せやねん、なぞって見て。上を取られる経験が僕はあんまり最近はないから。全然ヘリ授業が始まったから。うん、大丈夫、乗って。はいはい。ちょっと一日遅れちゃったけど、あれあげた、ホワイトデーのお返しを。一日って7分だけどね。そう、7分遅れたんだけど、やっぱ真面目だからさ。はいはいはい、渡していい？えー、ありがとう。そう、私に来た。ありがとう。びっくりした、ちょっと待って。違う違う、ここ俺よく来るの。あ、そうなん。うん、おびっくりした、命の危険感じた。殺すかね、今幸せ。今、うん、まあさあね、そうかも。楽しい。そうね。竹浦さんと楽しくしてる、ちゃんと。あー、まあそうだね。え、なんでそんな楽しくしてるよ。何多分って。いや、わかんない、なんかね、まああんまりなんか付き合うか分かってないから、これが普通なのか普通じゃないのか分かんないまま付き合ってる。どういうこと、どういうこと、どういうこと。何何何何、むずくない。なんか私もう分かんないんだよな、みんな。なんでそんな何分かんない、恋愛できるのかよく分かんない。どういうこと、何。え、好きじゃないってことじゃなくて。いやいや、好きなんでしょ。好きだと思うよ。だと思うよって、何、自信持って言ってよ。いや、好きが広いのよ、なんかデマが。ああ、いやでも好きだよ。どこ行くの。ああ、そう、うん、まあそれならいいんだけど。ちゃんとじゃあお渡しする、うん、ねえ、1ヶ月越しに聞いていい。うん、ネマは、うん、本命チョコってさ、うん、あれは俺のこと大切だからって思ってくれたってことで合ってるの。そうだよ。ありがとう。いや、そうだよ。でも恋愛的な子も気持ちじゃなかったっていうあれで合ってる。あ、そうね。まあでも大切には思ってくれてたってことだよね。うん、うん、ありがとうございます。そりゃそうでしょ、100万すんだよ。 あれ、まあまあそうだね。うん、でも友チョコだとちょっと足りないなってなって、やっぱまあ本命かって言って本命買った。なるほどね。僕は本命チョコは好きな人にあげるんだよって思う。いや、好きでピアのこと。違う、そういう意味じゃなくて、恋愛的にってこと。そう、本命チョコってそういうものなんだよ。そういうもんなのか。そういうもんだよ。まあでもなんかこの1ヶ月間でなんかだいたいそれをちょっと察してきたところはあるね、ママ。どういうこと。やべってなったってこと。なんか恋愛的に好きな人にしかあげちゃいけないんだってなった。そうだよ、勘違いする人だっているんだから。いやー、なんか前人にプチ怒られた。前人にもあげたんだけど。前人にもあげてんだ。玉抜けから帰ってきました。はい。なんて怒られたの。これ今みんな解散って感じ。なんか今お返し待ってるねって言ったら、うん、もう彼氏できたでしょみたいなこと言って。そりゃそうだよ。怒られて、おいおい、みたいな。まあでも、うん、まあ幸せならいいや、ネマが。だからお返しあげる、うんうん、ありがとう。はい、え、かわいい。かわいいでしょ。誰かチュチュ言ってる感じ。これと、うん、これ、え、かわいい。お花、え、すごい、紫のチューリップ。そう、
大切な人に向けてのやつ。めっちゃいい。ありがとう。俺は、うん、ネマと違うからちゃんとはっきり言うけど、うん、本命だから。バカ。ちょっと待って落ちちゃった。ちょっと待って、追いかけないで。行こう。いいの、行こう。行くよ、帰るよ。うん、今ずっと笑っててよ。うん、分かった。うん、笑えなくなったら怒るからね。分かった。ちゃんと笑ってんだよ。分かった。うん、うん、分かった。約束ね。うん、なんかあったら言ってね。分かった。それだけ。先生、ね、まあ、傷つけたの？うん、傷ついてないよ。本当？うん、だって元気だったでしょ、ずっと。いや、じゃないと、じゃないよなって思う時あったよ、結構。いや、そんなことないよ。元気でしょ。うん、うん、まあ、ちゃんと大切にしてね、それ。うん、それだけ。ありがとう、ね、ママペオ、大切。大切だよ。うん。みんなどっか行っちゃったかな。そう、いたわ、ボスだけ。受注見に行ってくるか。おかえり。おかえりなさい。リグと客船どっちの方が入れたい、ボス？好きでいてもいいってシュガとサブロー2人とも言ってくれたけど、俺はもうきっぱり諦める。その方がみんな幸せ。もうこのまま誰も混んでほしいな。今は一人になりたいな。夜が明けるな。